牛宿芸能情報、ヒライジャー。あ、女優水川あさみが戸田恵梨香33歳との不仲説を報じた週刊誌などに対し大激怒して、インスタに信憑性のない嘘にまみれた言葉で傷つけられていると芸能人では珍しく SNS での大反論が話題となっています。いいねそれ。その嘘にまみれた言葉とは、戸田恵梨香が親友水川あさみと決別したというような内容。しかもその決別理由が、水川あさみがコロナ陰謀論などを唱えたことがきっかけで戸田が距離を置き、 SNS で戸田と水川の写真を削除したことを理由に決別したとの憶測。そりゃ私だって激怒する。うそー、アンチや噂より、私はお金が入りゃ何でも良いぞよ。でもちろん戸田さんも大激怒し、インスタにポエム、あや反論を投稿。誰だけの人を巻き込んだら気が済むのだろう、誰だけの人を傷つけたら気が済むのだろうと書かれた後、私を追いかけて、どうか車の事故を起こさぬよう、お気をつけください。で、めっちゃ怖い感じの文章の後、私に関することは、私から発信されるもの以外、そこに事実はありません。いや、他人から見た自分も事実やで。そして水川あさみちゃんも、芸能人が嘘をつくと怒られるのに、週刊誌が嘘をつくと怒られないのは、なぜですか？なぜ？と反論。そんな芸能誌に対し、彼女の事務所は、しかるべき措置措置を取ると発表しています。これ実際訴訟を起こしても言うほどお金取れないらしいです。それでもやったらよ。ただちょっと自己弁護するのは、私が取り扱ってるこういった芸能ゴシップってめちゃくちゃ歴史が長くて、1952年の名作雨に歌えばでも映画が売れるためのビジネスカップルや、ゴシップをわざと流して宣伝したり、奇才ボブフォッシーのミュージカルシカゴでも芸能とスキャンダルは切っても切れない関係と描かれており、一番怖いのは話題にもならないこと。しかし SNS や YouTuber 同様、個人である程度印象操作できるようになった昨今、写真週刊誌の力も衰えてるんじゃないでしょうか。ただなぜここまで彼女たちが叩かれてるのかというと、水川あさみが小さな個人事務所だから叩かれてる説や、サバサバして喋りが性格悪そうに見えたり、そういった本当に主観的な感覚、戸田は戸田で松坂桃李の妻ってことで、女どもから嫉妬されまくりで、映画とドラマのダブル降板があったり、仕事を連続ドタキャンしたと報じられたり、あ、これも芸能雑誌の作り出した単なる噂なので事実かわかりませんが、これだけ芸能情報をやってる私がわかるのは、とにかく二人とも、超スタイル群抜の美女。世間から嫉妬されるほどの注目度。そう。この、嫉妬されるほどってのが、女性視聴者には重要で、私が言う。この二人とも、あ、数字持ってるね。てかったー。女性週刊誌って、総じて、性格、激悪ですぞ。私は違う。極悪。待てよ。これってちょっと前まで、YouTuber や配信者が使っていた反論動画と同じじゃね？配信者は喧嘩売られたら反論して、さらに話題を作って数字を伸ばす。これじゃね？あー、ごめんなさい。お願いです。訴えないで。もう CM なんかより絶対効果ある。ネットニュースで勝手に拡散されるからね。でも本人の商品価値が下がるじゃん。そうかな？反論した方がかっこよくね。自立してる感じで。どちらにせよ、二人の熱い炎の友情と勇気は世間に証明できたんじゃないでしょうか。てかったー。